大統領から君の評判は聞いていたよ。俺もだ。30年来の盟友だそうだ。本当かね、大統領の死に君たちだけで立ち会ったというのは。何が言いたい。何って、もう分かっているんだろう。自分たちがこのテロの容疑者だと。何ですって。ハーバー捜査官、テロが発生する直前、君は任務を放棄し大統領を無防備な状況に追いやった。そんな行動を取ったら疑われて当然だ。ふざけないで。あなたが仕組んだことじゃない。何を根拠にそんなとんでもない言いがかりをつけるのかね。私は国家安全保障担当の大統領補佐官。私の仕事はテロを起こすことじゃなく防ぐことだ。嘘よ。自分たちの潔白にそこまで自信があるのなら、今すぐ私の前へ出てきた前。あいつ許せない。本当の地獄はここからってわけだ。助かったよ。俺たちは同じボートの上にいるってわけ。つまりはパートナー。嫌がおうでも。何だっていいわ、シモンズを倒すためなら。ここもシモンズと関係あるの。この上に奴の研究所があるところかって、そう考えるのが自然だな。あのエイダって人は信用できるの？それは難しい質問だ。何か訳ありね。悪趣味なデザインね。これはさ、世界で頭があったはずだ。死体は死体らしく死んどい。あっという間に丸焼けだな。別の道を探そう。何か書いてある。一族の証を示せですって。一族の証ってシモンズ家の。そのようね。どうせろくなものじゃないんだわ。でも証ってなんだろう。またエイダのくれた指輪がある。指輪？いつの間にもらったの？ビンゴだ。サンキューエイダー。
の中を歩くしかないな。この際濡れるくらいの雰囲気。気をつけろ。何かいるぞ。熱いシャワーを浴びてみよう。エレナ、行ってくれ。続けてくれ。オーケー、レオ、行って。サンキュー。レオ、進めないわ。そっちから開けられない。よし、調べてみる。行けるか？大丈夫。私はごめんだろ。止める方法があるかも。限らないわよ。ああ、でも探すしかないだろ。
石ころじゃないんだから落ちてるとは限らないわよ。ああ、でも探すしかないだろ。案件のご感想は？やっと出られそうだな。もうゴリゴリよ。先を急ぎましょう。ここはロストワールドか？
急ごう。シモンズに何もかも任せろ。そう、デボラの仇を取るまでは休んでいられない。油断したら、あらずに一直線だぞ。Oh!
ルナ、逃げろ。助けて。仕掛けがあるんだから人の出入りはあったってことよね。ああ、外へ出る道があるのは間違いない。Ah!
役日だな。なんとかならないか。ちょっと待って、やってみる。あれで上げられそう。助かったよ。ヘレナ、援護を頼む。
しっかり。まさか滅菌作戦、証拠を消し去ったわけか。そんな、二人とも無事なのね。シモンズはどうした？あなたたちと話した後慌てて出てったわ。クソ、どこへ行ったの？誰かと電話で話してたけどイライラしてたみたい。行き先を突き止められない？安心して、尾行はつけてある。今空港へ向かってるところよ。プライベートジェットで中国へ向かおうとしてる。中国？そうよ、これを見て。何があったの？新たなバイオテロよ。使われたウイルスは半年前に東欧で確認されたシーウイルスと呼ばれるものらしいわ。シーウイルス？ここで見たものとそっくり。今すぐシモンズの身柄を確保しろ。無理よ、何の証拠もない。それに今はあなたたちの方が追われる身なのよ。そんな、なあハニガ、死んだことにできるか？俺たち二人。どういうこと？できるけど、すぐにバレると思うわ。でもどうするつもり？中国へ向かう。
中国の空域に入ったそうよ。そうか。大丈夫か。私を突き出せばあなたの疑いは晴れたのに。かもな。でもシモンズを止められるか。それに女に振り回されるのはもう慣れっこだから。操縦は任せられないだろう。アリア、でかいトラブル発生だ。パイロットが変異。教会で見たガス野郎と同じだ。待て、すぐに対策を練るわ。に異常。後部へ行って状況を確認して。みんな落ち着いて。迂闊に動いちゃダメよ。これで解決。Ha!
間に合わなかった。行き着く暇もない。ナイス。この状況どこまでひどくなるんだ。ハッチを開けたから気圧が下がって機体が不安定になったの。レオン、あなたが操縦して。そう言うと思ってたよ。よし、俺が操縦するから、ヘレナは準備を。了解。じゃあいい？まずはオートパイロットから手動への切り替えを。上部4列目、3番目のボタンを押して。待ってる。反応がないぞ。もう一度。そうしたら次は右側のレバーを引いて。座って弱いぞ。くそ。上がれ。ヘリ、なんでここにいる。彼を保護しに来たの。そういえばエージェントになったとは聞いたが。レオンこそどうして。テロの首謀者を追ってきた大統領補佐官のシモンズだ。嘘、何かの間違いよ。シモンズは私の上司なのに。あいつの部下なのか。ええ、今から会いに行くところよ。奴は今どこだ。教えてくれ。ジェイク、ここは私に任せて。おい、誰とも接触するなって命令されてるんじゃなかったのか。レオンだけは別よ。私をラクーンシティから助けてくれたの。まあいいだろう。危ない。
レオン、見て。またあいつかよ。知ってるのか。うんざりするほどな。しつこいな、あいつ。わかるよ、その気持ち。そのうち慣れるさ。腕に気をつけて。了解。そうとしても時間の無駄だ。逃げようぜ。あんなのを相手にしてよく生きてたわね。すごいわ。よし、行けるぞ。これくらいおままごとレベルだぞ。それ正気で言ってるの？あんなのを相手にしてよく生きてたわね。すごいわ。よし、行けるぞ。これくらい。それ正気で言ってるの？どうして倒れないの？こいつしぶといから。でも4人でやれば倒せるかも。Thank you.
化け物にしては用意周到ね。ほらな、倒せねえだろ。攻撃に行ってるのかと思った。ちげえよって言ったところでどうにもならねえ。行くまで絶対に。大丈夫かしら。ジェイクってのが使えるやつならいいが。レオン聞こえる？墜落の後通信が途絶えてたからずっと探していたのよ。シェリーの言っていたクンルンビルは遠くないわ。そのまま進む。シェリーはクンルンビルでシモンズに会うのよね。そこまで行くにはまず目の前の市場を通り抜けて。今のは何？トラブルだ。おいおい、ロックが3つもあるぞ。まあ仕方ない、開けるしかないわね。街が閉鎖されてたのはこいつを恐れてることだ。やばそうね。
やってくれるね。全然ダメだ。どうして倒れないの？このままじゃ弾切れだ。向こう側から開けないと。この鍵に残りは2つ。向こう側から開けないと。なんてひどい。向こう側から開けないと。
こっちから開けてくれ。待ってて、今開ける。レオン。片付いたわね。急ごう、シモンズは目の前だ。追いかけましょう。情報を引き出そう。
この部屋。さあ、嫌な感じだが。開かない。ロック完了。試作品テスト開始。エイダ！ここではいろんな兵器の実験をしてるの。ちょうどいい試作品があるから遊んでみる。これ爆弾よ。彼女何を考えてるの？捕まえたら聞いてみよう。レオ、ヘレナが聞こえる。そのロックを解除してるけど、セキュリティが厳重なの。攻撃を続けるから手動で防壁を突破して。防壁は俺が崩す。いたずらっ子は任せた。1号室セキュリティエラー。じらしてくれるじゃないの。もう我慢の限界よ。逃がすな。分かってます。ねえいたぞ。回り込め。了解。ここで何をやってる？銃を下ろせ、クリス。彼女はテロの証人だ。証人じゃない。そいつが首謀者だ。違う。首謀者はシモンズだ。大統領補佐官の。そいつが部下を全滅させた。シモンズは7万人以上殺した。大統領を殺したのも奴だ。その女はネオ・アンブレラなんだ。分かってるのか？ああ、分かってる。それでもあの女をかばうのか？
ああ、そうだ。敵は同じだろ。分かった。エイダは BSAA に任せろ。お前たちはシモンズへ。クリフ、お前を信じてるぞ。彼を信じていいの？昔からの仲間だ。信じるさ。分かった。行くぞ。シモンズを追うんだ。レオン、ヘレナ、聞こえる？シェリーの情報通りならシモンズはその先にいる。いい？レオン、本当にこれでよかったの？俺たちのターゲットはあくまでもシモンズ。彼女を追わなくて後悔しない？エイダの心配は後だ。シモンズに集中しよう。そうね、ここで決着つけてやるわ。シモンズ！これはこれは珍しいお客さんだ。ダメ！待って！おお、バーキン君、いいところに来た。今すぐこの二人を捕まえてくれ。あなたがテロに関与しているというのは本当ですか？なんだ、君まで奴らに戯言を吹き込まれたのか？答えてください！アメリカのため、ひいては世界の安定のためだ。大統領を殺したことがアメリカのためか？大統領が死んだ？そうなんだよ、レオンのせいでな。どこまで卑怯なの？片付けろ。ダメ、やめて！待て、撃つな。あっちの二人はまだ使える。たく無茶しやがって。で、この先どうすんだ、英雄さんよ。あのドアまで走れるか？戦わないのか？お前はシェリーを守ってくれ。早く出てこい。私も忙しいんだ。二人はどうするの？シモンズを片付ける。これにシモンズの欲しがってる情報が入ってる。シーウィリスを止める方法。ありがとう。 FOS に二人の保護を頼んどく。さあ行け！外の連中に伝えろ。あの女、クソ、やられた。シモンズが逃げる。行くぞ。Thank you.
出さないわよ。やっと追い詰めたわ。ここで終わらせるぞ。これ以上好きにはさせない。レオン。あなたのくれたものをそっくりそのままお返しするわ、シモンズ。最初は怖くてたまらないでしょうね。でも安心して、元から人出なしのあなたが人間じゃなくなるだけよ。地球上の全人類と一緒にね。諦めろシモンズ、逃げ場はない。まだ私を追ってくるのか。それよりあの女を捕まえろ。あの女？裏切り者のエイダ・ウォンだ。あの女何かを企んでるぞ。そっちは仲間が追ってる。諦めろ、もう逃げられない。お前は大統領の敵討ちに来たつもりでいるのか、バカめ。あいつがラクーンの真実を公表していたら、アメリカの権威は地に落ち、世界の政治秩序は崩れ去っていた。災いを防ぐために別の災いを生み出したの。大勢を犠牲にして。まだ分からんのか。あいつこそが私の作り上げた世界を滅ぼす元凶だ。あの女、よくもやってくれたな。しっこいわね、挟み撃ちにできない。くそ、貴様。レオン、手を貸して、上に上がれそうよ。エレナ、手を貸せ。
バカの虫けらみたいに逃げ回りを追って。大丈夫か？終わったの？レオン！レオン、大丈夫？冗談でしょ、それ。レオン、離れて！シモンズが来るわ！早く逃げて！私が食い止めるから！もっとマシになる。
現在タッチで市民を避難させている。これで終わったの？わからないが、やるべきことはやった。行こう。あ、そこ、列を乱さない。ここは新ウイルスの被害がありませんが。なぜあの二人を？情報よ、シェリーから預かった。どういうこと？シーウィルスの止め方が入ってるはずじゃん。ジェイク、ハニガン、油田付近に展開している BSAA はいないか？ちょっと待って。あれは何？クリス・レッドフィールドを確認した。彼の戦闘機につなぐわ。クリス・レッドフィールド。レオン、今どこにいる？クリス、ターチーの外れだが、なぜ？今すぐ逃げろ。状況は良くない。最悪だ。クリス、頼みがある。海底油田から二人助け出してほしいんだ。シェリー・バーキンとジェイク・ミューラー。ジェイクはウェスカーの息子だ。ウェスカー？ジェイクは C ウイルスの抗体を持っている。分かった、任せておけ。よし、頼むぞ。待ったレオン。
俺からも話がある。エイダ、了解。とにかくシェリーとジェイクを助けてくれ。大丈夫。生存者を見つけ出して町を出よう。HQ ケイコ、状況は？おい、そんなとこで何やってる。避難しろ、こっちだ。ガスからシーウイルスを検出した。これからクワッドタワーへ向かう。待って、手伝おう。分かった、来い来い。ガスには近づくな。分かってるよ。こっちだ。外はどうだ。あっちもこっちもパニックだ。地獄絵図だな。生存者を探しに上へ行け。この先に車が。待てよ、もう少しだ。縮小、行こう。開いたぞ、行け。急げ。ミサイルの中身だ。HQ よりチャーリー、作戦変更。ターチへの介入は禁止。撤収して指示を待て。は？でもエコーが応援を待ってんだろうが。撤収しろ、命令だ。これ以上犠牲を増やせない。クソ。最悪だ。囲まれる、早く出せ。ああ、分かってるよ。車は無理だ。
タワーはこの向こうだ。先に行け。俺は戻って仲間の様子を見てくる。助かった。死ぬなよ。エコ、応答しろ。誰かいないか。先は真っ暗だ。こっちからタワーに行けるか。ええ、そのまままっすぐ進んで。Thank you.
無事か？ええ、様子が変よ。懲りないやつだ。何もかも分かってるぞ、エイダ。お前は私に背き、ネスカーの息子をさらったな。せいぜい歓迎してもらえ。こっちは誰も悲しまない。気をつけろ。
つけて、レオン。エレベーターが動くといいけど。どうしたの？何でもない。行こう。
気になるみたいね、彼女が。どういう関係？下は見ない方がいいぞ。言われなくても見ない。もうこういうのは勘弁して。しまった。まだ生きてたの。あんなところでエイダと何してる。
の意志をお断りだ。思い通りにはさせないわよ。これで借りは返したわよ。さようなら、シモンさん。お前は何なんだ。なぜ助ける。もう少し遊んでいたかったけど、行くわ。屋上にプレゼントを用意したから見て。またね、レオン。エイダ！何してるの？追いかけたら。いいんだ、先へ進まないと。あれで逃げられる。乗れたらだが。やつね、もううんざりだ。あの世へ行く準備はできたかしもん。さあ、地獄があんたをお待ちかねよ。あの腕邪魔ね。油断は禁物だ。あのヘリまで行かなきゃ。しかも今すぐ。Yeah.
っぽいのが好きか。よし、
妹の仇よ。さあ、ヘリまで急ごう。よし、行くぞヘレナ。これはエイダの。レオン、これってシモンズの関与の証拠だ。あなたの無実が証明できる。君もだろ。私はもういいの。ヘレナ。喜んで、レオン。ウイルスに対抗できるわ。了解、今から戻る。じゃあ後で。
それじゃあ私行ってくるからね。ありがとう。気が済んだ。どうして私テロを手伝ったのに。証拠を検討した結果、調査委員会はシモンズの罪をあなたが背負うことはないと判断したの。ただしシモンズの関与は公表されないけどね。でも大統領ならこうしたはずだ。それじゃ戻りましょうか。レオン、次会った時返せばいい。女ってやつ。十分だ。